東名高速道路を走っています。今追い抜き車線で私の車の前に高速バスが入ってきました。高速バスの後ろは好きですか？嫌いな人も多いと思いますが、高速バスの後ろに着くとメリットがたくさんあります。そのメリットは燃費が良くなるということ。高速バスの後ろに着くと空気抵抗が少なくなります。これをスリップストリームと言います。前に車がいるだけでその車が空気を押しのけた分気圧が下がります。空気の渦が発生し周りの空気を吸引する効果があり、空気抵抗も通常より低下した状態になります。つまり空気の壁を裂きながら走る必要がないので燃費が良くなったり最高速が上がったりするんです。車が汚れる、前が見えないなどのデメリットもありますが、バスやトラックが前にいてもイライラせずに燃費を良くしてくれてありがとうという気持ちで後ろについてみてください。みんな幸せになります。ただし車線変更をするとスリップストリームから脱出することになります。脱出した後は普通の空気抵抗を受け、かつ乱気流なども発生しているので抜き去る際に挙動が不安定になりやすいです。背の高い車は横転のリスクがあるので気をつけましょうね。さてスリップストリームの効果を体感してください。今からバスを追い抜きます。してください。またバスやトラックに感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。